女子ゴルフにまた新たなヒロインが誕生した11日まで京都府の常用カントリークラブで開催されていた国内女子ツアーの日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯でツアールーキーの川崎春が通算16アンダーで優勝ツアー初勝利をメジャーの舞台で飾った最終日を読んださ4位タイで出た川崎は 8番パー4で2ダメを直接入れるスーパーイーグルをダッシュし通算0アンダーまでスコアを伸ばすと後半は12番から4連続バーディさらに17番もバーディとすると18番でもロングパットを真ん中から沈めて8アンダー64で回ってみせた終わってみれば2位の山下美優優に3打差をつける通算16アンダー 4打差を逆転する悪巻のゴルフで地元優勝を果たした。ゴルフファンの中でも、川崎はノーマークの存在だったのではないだろうか。大阪学院大学高卒で19歳の川崎がプロテストに合格したのは昨年11月。今季は、レギュラーツアーとステップアップツアーでプレーしていたが、 レギュラーツアーでは今大会まで10試合中6試合で予選落ちしていた。一方、ステップアップでは2位、タイを含むに2度入ると、先月26日まで行われたゴエン円結びレディースで初優勝。今回は、その勢いのまま公式戦の舞台に乗り込み、異業を達成したというわけだ。 ここ数年の国内女子ゴルフは、今回の川崎のように毎年新たなスターが誕生し目の離せない試合が続いている渋野ひな子が AIG 全英女子オープンで快挙を達成した2019年のメルセデスランキングトップ20を眺めてみたが今年の同ランク9月11日現在にもなお、連ねているのは稲見もね。 小祝い桜など8名だけだ。3年前と上位の顔ぶれがガラッと変わっており、つまりはそれだけ新陳代謝が激しいということ。国内女子ツアーでは黄金世代、プラチナ世代など世代が台頭しているが、現在の同ランクトップの山下と2位の西郷真央は、2001年生まれの 新世紀世代でその下の世代。今回優勝の川崎に至っては2003年生まれの19歳で、さらに若く。もはやコロナ前に台頭していた1998年度生まれの黄金世代ですら、ツアーの中心でいることが難しい状況になっている。こうなると気になるのは次のヒロインは誰なのか、ということだろう。 まずその候補の筆頭になるのが、同ランク10位につけている菅沼奈々だ。今年がプロ5年目で今季は11試合でトップ10入りを果たしている菅沼は、5月のリゾートトラストレディスでは、初勝利にあと一歩に迫る2位対、日本女子プロでも3位となっており、初優勝が期待されている。 2020から21シーズンに賞金シードを獲得し、ツアーをシード選手として迎えるのは今季が初めてだが、埼玉栄光3年の2017年には、日本ジュニアを西村優奈、吉田優里、山下、佐藤優香、稲見など今をときめくプロたちを退けて制した、 その潜在能力は高く評価されており、今季の成績を見れば、初部位は秒読みと言えるだろう。同ランク37位の安部美恵も注目のプロゴルファーだ。2000年度生まれのミレニアム世代の安部は、北海道出身だが中学。高校は福岡県にゴルフ留学。 昨年6月のプロテストに合格し、今季からフル参戦すると5月のリゾートトラストレディスではホールインワンを達成し、賞金800万円を獲得した。トップ10入りはリゾートトラストを含めて4回だが、フェアウェイキープ率とトータルドライビングは11位と安定したティーショットが魅力。爆発力もあり、 可能性を感じさせる存在だ。岩井明愛も初優勝が期待できる。今季の NEC 軽井沢72ゴルフトーナメントと CAT レディス2022でいきなり連続優勝を達成した岩井千礼の双子の姉でパナソニックオープンレディース7位タイ北海道明治カップ5位タと上位進出も果たした。 昨年のステップアップツアーでは、妹のセンレイがカストロールレディースで優勝すると、次戦の産業新聞レディスカップで姉の命愛が勝利するというルーキーながら国内ゴルフョー初の快挙を達成。平均飛距離253、61ヤードで4位と飛ばせることも、さらなる上位進出。 そして初勝利への大きな武器となるはずだ最後は安田優高にも注目したいアマチュア時代は2017年の日本女子アマチュアゴルフ選手権を高校生で制し2018年大東健拓いいヘアネットレディスで3位タイに食い込みローアマを獲得2019年にはオーガスタ・ナショナル女子アマで3位タイに入るなど 早くから脚光を浴びていた。2019年のプロテストに合格すると、早くもツアー初勝利が期待されたが、2020から21シーズンはシード入りを逃し、今季もここまでトップ10入りは2回。メルセデスランキングも現在50位とアマチュア時代のような活躍をプロの舞台で披露できていない。 しかし、その素材とタレント性は非凡なものがあるだけに、安田も次のヒロイン候補と言える。国内女子ツアーには、今回挙げた、選手以外にも、昨年11月のプロテストで1位通過した、尾関彩美優や、同4位でプロ入りし、日本女子プロ4位タだった佐藤美優らトップを狙う10代のプロが、ゴロゴロいる。 さらに、16日からの住友生命バイタリティレディス、東海クラシックには、日本人として37年ぶりに全米女子山を制した17歳の馬場咲希が出場予定で、日本女子オープン、マスターズ GC レディスでのプレーも決まった。どうやら、国内女子ゴルフのヒロイン・量産はしばらく続きそうだ。 渋野ひな子は9年前米覇者と同組ココアヤカはカナダの妖精との組み合わせポートランドクラシック事前情報13日コロンビアエッジウォーター CC 米オレゴン州6478ヤードパー72米国女子ツアーは西海岸のオレゴン州で現地時間15日木曜日からポートランドクラシックが開催される開幕に先立ち 予選ラウンドの組み合わせが発表された AIG 女子オープン全英で3位に入ってからオフを挟み臨んだ米本土での2試合では共に予選落ちと苦しんでいる渋野ひな子は2009年全米女子オープン覇者のジ・ウンヒ韓国とスヒョン・オーオーストラリアとの組で2日間をプレーする5月のバンク・オブ・フォー・プループがマッチプレーでそのウンヒに 決勝戦で敗れたココアヤカはブルック・ヘンダーソン・カナダイン・ロウニン・中国とのプレーで予選突破を目指す上原綾子はビアンカ・パグダン・カナン・フィリピンブリア・ナドウ・米国と野村聡ケイはケイトリン・パップ・米国パーニラ・リンドベルグ・スウェーデンと同組となったネリー・コルダ 米国は、ハナグリーン、オーストラリアとマリナ・アレックス、米国との組。なお、畑岡奈社、誘藤ゆかはエントリーしていない。